今回のブカピは春高バレー優勝校東山高校バレー部を特集。元バレーボール日本代表の加納舞子さんが東山の凄さを徹底解説。高い打点を意識して打たないとあのマットに触れてしまうんですよね。さらに常に同じ位置に上げているように見えて選手によって全員違うので選手の打点に上げてます。部活キープを全力応援、部活キープ。まずはレシーブ力を鍛えるワンバウンドボール。今やってる練習がワンバウンドっていう練習なんですけど、その見てもらって分かるようにワンバウンドだけで、セッターにボールを返す。相手がコーチが出してくれるボールをどこに出すのかなっていうのを読んで動いて、だから足を動かす練習です。ただボールを拾っているだけではなく、実はこんな狙いが。ただボールを返すんではなくて、必ず次の人がトスを上げるっていうのを頭に入れておいて、その人が上げやすいうわーんとしたボールをなるべく返してあげれるようにやるのが大事です。とにかくボールに追いつけないと終わらないです。すごいですよね。よいしょ。続いて高い打点を意識するサーブ練習。さあサーブ練習が始まりました、はい、ただやっぱりサーブを打つだけではなくてこう意図がありまして、はいはい、まず1個目はじゃあそこのゴムをこうサーブを打った直後のところに貼ってあるんですけど、やっぱりこうなるべく自分の高い打点から打つことであのゴムを超えるんですよね。打点が下がると上に向かって打ってしまうので、あのゴムをこうなかなか上を通らないんですよ。であそこより上に打点が来るように打つ意識をする練習ですね、で、まあ、マットが置いてありますね。でマットはまあ狙い場所なんですけど、 あそこにコーンに立てかけてあるあのマットは、はい、あれに当たった時にしっかりとこう倒すような、はい、そういう威力もしっかり維持してでサーブを打つっていう練習になってます。サーブ練習一つにしてもどういうサーブを打てば相手が崩れるかっていうのをちゃんと想定して練習できてますよね。サーブが唯一の自分だけの技なので誰も関係ない、自分で完結するっていう攻撃なので、やっぱサーブがいいチームはやっぱ強いです。しかも今練習だから思いっきり打てますけど、試合になるとミスすると1点入っちゃうんで相手に、そういう緊張感も自分で作って打たないと練習にならないんですよね。続いて空中プレーの精度を高める打点上げ。そう、これは高い打点を意識して打たないとあのマットに触れてしまうんですよね。なのでこうどうして高いところからもう強制的に打つ練習、そういう感じです。もうなるべくこのマットにボールが触れないように打つのが正解です。やっぱり強く打とうとすればするほど力むじゃないですか。そうするとこうせっかくここで打てるのにこう打っちゃったりとかこうグッてなっちゃうんで、そういう選手がやっぱ多いんですよね。そこをこの高く自分の打点はここっていう意識づけを多分してるんですよ。地上でできないことは空中でできないんですよね。なのでもうこの練習がやっぱり大事になってくるっていう。続いてセッターの精密トスがすごいスパイク練習。あ、楽しそう。セッターはこれは上げるんじゃなくて置くみたいな、もう先にスパイカーが飛んで待ってるみたいな、そういうイメージです。そう、スパイク練習で大きな役割を担っていたのはセッターだったのです。常に同じ位置に上げているように見えて選手によって全員違うので、選手の打点に上げてます。
からあの選手とこの選手だと打点はちょっと違うんですよ。なのでそこを微調整するのがセッター。身長もジャンプ力も、うんうんうん、あとは打つタイミングが早い人と遅い人とっていうので、それによってもちょっと違いますね。人の一番高い位置に当て上げてあげるように、セッターはその入ってくる人を見ながら上げるみたいな。距離が出れば出るほどセッターがほらああいう風に合わないので、合わせるの難しいんですよ。まあ上げてるセッターはかなりこのここのスピードが速いんですよ。こっからあそこまでにこう届かせるのに、ただただボールをつくだけだとスパイカーが打ちにくいんですけど、ここで1回吸収してからこうスローモーションにするとちょっと持ってるみたいに見えるんですよね。そのハンドリングっていうんですけど、それが2人ともすごい柔らかくて、スパイカーは多分見やすいんじゃないかなって。見る方向もなんか見る景色が逆というか、お互いこうスパイカーを見てっていうのと、スパイカーは全員セッターを見てるので、結構セッターって孤独を感じるポジションだったりしますね。ただやっぱりゲームを自分が作ってるっていう部分ではすごいやりがいのあるポジションだと思います。そんな大黒柱のセッター、トーマ君に話を聞いてみると、センターとしては今高速立体コンビバレーの完成に近づけていってるんですけど、そのためにしっかりテンポ、しっかりテンポを取って、クイックにかけながら、そのどこに上げるかわからないような、そういうトスをまず意識してみています。高橋藍選手の台のバレーを見てて、すごくセンターとしてやりがいのあるバレーをしてて、こんなバレーをしてみたいなと自分も思ったので、気合者も選びました。スパイカーみんな結構、まあ、注文もあるんですけど、そのいい時はいいとか、悪い時悪いというメリハリがしっかりあるので、すごいやりやすいです。高校時代の目標は、まず春高予選で学年リベンジすることで、将来的な目標は、将来、Vリーガーとか、まあ、日本代表にも選ばれるような選手になって、世界で活躍できるような選手になりたいです。目指すのは、速いトス回しで多彩な攻撃を展開する高速立体バレー。それを生み出している練習が、瞬時に連携するコンビネーション。まず高速立体バレーなので、セッターとスパイカー多分4人いて、セッターはスパイカーを全員見て、誰が何のトスを呼んでるかをまず見るんですよ。で、相手のブロッカーが今こうなってるから、ここを使うのが一番効果的だなっていうのを一瞬で考えて、さらにその人が打ちやすいトスを上げるので、もうセッターの仕事量が半端ないです。速いバレーほどセッターがあれです、命になってくる。仕掛けていく、そういうこう攻撃を重視した練習を今してるのかなと思います。速いトスで相手のブロックに対して自分たちの有利になる状況を作って攻撃していくっていうのがやってますよね。攻撃が速いっていうことは、それだけスパイカーが準備してないと遅れてしまうので、それはやっぱりまず1本目がどこに返ったかで、自分が呼びたかった攻撃ができるのかできないかをまず判断して、そこからコンビネーションを作っていくので、セッターはそれを全員分見てるわけなので、すごい大変なポジションなんですよ。それだけではなく、今ブロックが4枚いる状態でやってるんですけど、本来は絶対に3枚なんですよ。わざと相手のブロックを多い状況にして、それに対しても数的優位を作って、ブロックをしっかり少なくして攻撃していくっていう練習ですね。さらに試合の状況よりこう負荷をかけて練習するっていうのが東山高校の特徴かもしれないです、ね。
つ一つの練習を工夫してさらに高みを目指す東山高校バレー部、チームの目標をキャプテン辻元くんに答えてもらいました。僕たちは今春高バレーで日本一を取るために全員で練習をしています。例年以上に速さと高さを意識して、今までの東山史上で一番強い高速立体バレーを実現させたいと思ってます。応援よろしくお願いします。大本命部活に一生懸命な人を紹介するミニコーナー、部下ピタグラム。まずは和歌山北高校バスケ部の2年生、畑久保優太くん。畑久保くんは左手にハンディキャップを抱えていますが、それでも右手だけでボールを操って活躍しているんです。身体能力の高さからパラリンピック陸上の強化指定選手にも選ばれているほど。そんな畑久保くんのプレーをご覧ください。畑久保くん、改めて取材させてくださいね。続いてはこちら、札幌新陽高校野球部。3年生最後の夏、大会の開催を信じる野球部に密着しました。そしたら、まずじゃあ体幹からやっていきましょう。札幌新陽高校野球部、練習が始まりましたが、部員たちがいるのは自宅や近くの公園です。現在グラウンドで練習できるのは週3日まで。それ以外の日はオンラインで練習を行っています。学校では4月中旬から27ある部活動が全て活動禁止に。大会が直前に迫っている野球部やハンドボール部など5つの部は今月から活動の再開が認められました。グラウンドで練習ができるこの日、学校の授業はほぼ全てオンラインで行われているため、練習開始は午後5時。練習が始まり集合がかかると、部員たちはポケットからマスクを取り出します。コロナの感染をしてしまうとやはり出場もできないですし、今の現状を理解してできる限りの感染対策をした中でやっていこうという話もしていますから。こちらの動画はブカピで完全版が配信されていますので、ぜひご覧ください。続いてはこちら、サッカーの強豪校、青森山田高校。県予選21連覇を達成し、インターハイ出場を決めました。その決勝の様子をご覧ください。県大会で、全国の切符に進めることができて、ほっとしてます。ここからプレミアリーグとかもありますけど、まあ、今全勝できているので、まあ、この波を止めないように、チームでやっていきたいと思ってます。青森山田高校は2度目の夏の王者に向け、この夏全国に挑みます。ブカピに紹介してほしい部員の皆さんは、ハッシュタグブカピ出演希望をつけてツイッターに応募してください。採用されたらブカピグッズをプレゼントいたします。
皆さんからのご応募お待ちしています。大本命君の物語。今回お邪魔した東山高校バレー部、加納さんが特に印象的だったことは、いや、 やっぱりなんか強さの秘密がすごく隠れてたなと思って、やっぱりそのただ速いとかただこう強いとかだけじゃなくて、選手一人一人も自分たちで考えて動いてるなっていう風に見えたので、やっぱりそういうチームってすごく強いんじゃないかなって改めて今日思いましたね。